さあ、3年分もこれ最後ですね。ページで言うと98、99、公立高校入試問題、八王子東、東京西、あ、大好きですね、岩手、鹿児島、これで終わりにしましょう。まずですね、八王子東ですね、お金の問題、これちょっと面倒く、分かるは簡単なんですけどね、10円、50円、100円、500円の硬貨がそれぞれ1枚ずつある。この4枚の硬貨を同時に投げ、表が出た硬貨の金額を合計する。金額の合計が150円以上になる確率を求めるんですね。で、だから150円以上って言うと、これ、キリがないんですよ。だって、2枚、だからさ、4枚投げると表がさ、全部表が出たりしたり、500円があるでしょ。だから数がでかくなっちゃうんですよね。だから500円が表の場合と裏の場合とかも考えるのめんどくさいじゃないですか。でだからこういう時は、150円以上の方の金額になる場合の数の方が絶対多いっていうのはもう大体感覚でわかるので、こういう時は余事象、これこそ余事象の発想なんですね。150円未満、150円未満の、確率、まあ場合の数でもいいですけど、の確率を求めちゃうんですよ。の確率を求めて、ちょっと順番やばいけど、まあ、1から引いてあげればいいんだ。だって150以下の方の場合分けの方が楽なんだもん。いや、場合分けはどっちが楽かってやつなんですね。150以上の場合分けはめんどくさいんですね。500円だったらね。そこで、まず150円未満の確率ですね。まず1、全部裏。全部裏。全部裏ってことは金額が発生しないから0円ですよね。だからこれ1通りしかないでしょ。2番。1枚が表。1枚が表。そうすると必ず金額が出て、金額としてカウントできるわけですよね。で、1枚が表の時、10円が表の場合、50円が表の場合、100円が表の場合、全部1枚どれかがですよ。だからこの3通りですよね。500円が表になっちゃって150円超しちゃうからね。だからまずこれ1通りなんですね。1通り。これは、3通りあるでしょ。次、3。全部裏、1枚まで、当然2枚が表の場合ですよね。2枚が表だったらこうなるんですね。10円と50円が表で60円になる。これ OK ですよね。で、10円と100円が表になる場合、これ110円だから OK ですよね。けど、あ、ここ書いておこうか。10円、50円、100円、500円でしょ。だからこいつが表で、こいつ表 OK でしょ。こいつ表で、こいつ表 OK ですよね。だからまず10円と50円、10円と100円、10円と500円もダメに決まってるじゃないですか。よろしいでしょうか。で、次、50円と100円はもうここで足すと150円になっちゃうから、もう50円以上の金額で2枚表はもう話になるんですね。10円を抜かした。よろしいでしょうか。そうすると、150円未満の金額になる場合の数っていうのは全部で、これだけ。1、2、3、4、5、6、全部で6通りしかないんですね。6通り、よろしいでしょうか。楽だったでしょ、数えるの、ね、で、今、ごめんなさい、全体の出方考えてなかったですね。全体は、コイン4枚だからごめんなさい、全体が全体の場合からちょっと一番最後になっちゃいましたけど、2×2×、コイン4枚の場合ですからね、16通りだと。だから、
16通りに対して150円未満なのが6通りなんだ。じゃあその6通り以外は全部150円以上になっちゃうんだから、よって1マイナス16分の6、まあ1引く8分の3だから8分の5。典型的な余事象の発想ですね。150円以上の場合の数数えるより150円未満の場合の数数えたら楽なんで、楽な方を求めて全体1からその確率を引けば150円以上の確率しか残んないってやつですね。よろしいでしょうか。これ慣れです。これだからキーワードの少なくともがなくても場合の数がどっちが多いかな、ね、その発想で考えれば余事象を使うのか、それとも素直に場合分けをしていくのかっていう判断が判断が自然につくようになるんですね。よろしいでしょうか。いわゆるどっちが楽かっていうのが人間の本能じゃないんですけど、意外と余事象って発想はいいんじゃないですかね。どっちが楽なのかなってやつですかね。練習81いきましょう。二思考ですね。練習81、1枚の効果と、これちょっとなんか見た最初読むと変な感じなんですね。1枚の効果と1から6までの目が出る2つのサイコロ、1つのサイコロ同時に投げる。効果の表が出る場合はその時に出るサイコロの目を得点とし、効果の裏が出た場合はその時に出るサイコロの目を2倍にする。普通0にするのに2倍にするんですね。この効果とサイコロを同時に1回投げた時、得点が4の倍数になる確率を求める。なんかだって効果とサイコロを同時に投げるって発想がすごいですよね。そこでですね、だからここでも場合の数全体を求めますよ。全体、全体の場合の数。だからコインに関しては効果に関しては2通りあるんですよ。裏を持って効果は2通りだから2通りあります。それに対してサイコロは6通りあるんでしょ。3、6通りだから掛け算してあげて12、だから全体は12通りあるんです。ね。で、次4の倍数でしょ。こっからはね、書き方のこれ慣れです。まあ、どういう方法が一番いいかとは分かんないんですけど、私はもうすぐ、この座標みたいにやっちゃうんですね。効果とサイコロの目で。で、4の倍数ですから、まず、まずこのサイコロによってさ2倍にされるのか、そのまま、その数が採用されるかの決まりがあるんで、まずこっちを基準にした方がいい。だってこっちって2通りしかないでしょ。サイコロ6通りあるから、あの場合の数が少ない方を基準に考えていった方が絶対楽なのね。表か裏、表か裏、表の場合裏の場合の2通りだけ考えればいいんだから、よろしいでしょうかね。そうするとサイコロがまず裏が出た、裏が出たら、いわゆるここの細胞に入る数か、入る数を2倍するんだよっていう意味じゃないですか。ですよね。ということは、2倍して4の倍数になるっていうことは、もうここに2が入るのがいい。裏が出て細胞の目が2が出れば、2倍されるから4になるから、まずこの場合が1通りですよね。次、当然裏が出て4が出れば、当然もこれかける4の倍数に決まってますから、裏に裏 4OK ですよね。次また裏です。だからいわゆるサイコロの目でもう裏が出た時点で、裏が出た時点でサイコロの目の2倍が全部4の倍数になってるかってことをただ見ればいいんですね。1,2,3,4,5,6、 だから2倍して4の倍数だ。これ4、これ8、これ2,6,12だから4,6,4,3,12だから、だから6も OK。 だから裏が出た場合のサイコロの目の出方は2,4,6の3通りしかない。で、今度表が出た、表が出たらばそのまま採用するしかないわけだから、当然4しかありえない。だから全部で4通りしかないんですね。だってよって確率は全体10人に対して4通りしかないですから3分の1になる。よろしいでしょうかね。2思考。
サイコロと効果の組み合わせっていうのはなかなかやってないとピンとこないと思うんですよね。話聞いて楽なんですけど、効果とサイコロっていうだけでどういう場合分けするのかなっていうね。全体の場合の数もなんかあまりにも異質だと違いすぎるからどうするのかなと考えた時に、効果表に対してサイコロの目、効果裏に対してサイコロの目って考えれば 2×6 でよろしいですかね。ちょっとなんかだから簡単そうなんだけど一瞬えっと思っちゃうんですね。思考ですね。じゃあ次行きましょう。演習82岩手県ですね。ABC の3人の女子と DE の2人の男子がいます。この5人の中からくじ引きで2人を選ぶとき、女子1人男子1人、もうね四次章の問題ちょっと少ないので、まあちょっとまあ復習みたいな感じでこの問題選んでみましたね。で、よいしょ、これはもう素直に、なんだ、まず2人選ぶ、男女関係なく5人から2人選ぶ、だから男男でも構わないですね、全然。だけどもこれ全部 ABD 君と E 君選ぶのと E 君と D 君選ぶの同じだからダブリがあるんだ。だから 5×4 割る 2×1 で10通りあるんだ。全ての場合の数は10通りなんだ。でその中で女子は3人で、男子は2人でしょ。でまあ女子を基準に、これ女子1人に対して男子2人いるわけでしょ、2人いるわけでしょ。だから、この選び方というのは 3×2 で6通りある。男子女子1名ずつっていうのは6通りある。よって確率は全体10分の6、5分の3になる。まあ一番最後の問題の方にしてはなくて、あまりにもあっけなくてきちゃったんですけど、だけど確率よろしいでしょうかね。よろしいですか。はい、演習始めて最後で、よく座標と確率もよく出ます。でそういうのを見ると意外と焦ってしまうんですけど、実はこれ座標じゃなくて直線なんですね。演習83、大小2つのサイコロを同時に投げた時、大きいサイコロの目が X 座標、小さいサイコロの目が Y 座標だ。例えば大きいサイコロの出た目の数が5、小さいサイコロの出た目が2の時は座標でいうと5、2のところを表すということですね。でこのようにして取った点が傾き1、切片が2の直線の方程式、まあこれそうですね、直線の式ですね。まあ y 一次関数ですね。 y イコール ax プラス b ですね。思い出してください。これ傾きでした。まあ、一次関数のところでまたもし分かんなかったらね、そこで徹底的にやりますから。で B は切片です。だからこの問題から条件から求めるっていうか、直線、ここで言ってる直線の方程式は y イコール 1x プラス b、 1は書くと気持ち悪いので y イコール x プラス ix プラス2だと思います。ですよね。ってことも別にまた難しくないんですよ。X に、これ X というのは、もう1から6しか入らないでしょ、これサイコロが。それに対して Y っていうのは、これもサイコロだから1から6までしかないんだから、この関係を満たすように、こうですね。だから XY。当然 X は大きいサイコロ、Y は小さいサイコロですから、もう X が1の時、Y は3、代入していくんでしょ、3。X が2の時 Y は4ですよね。 X が3の時 Y は5、 X が4の時 Y は6、 X が5の時7、ダメですよね。ということはこの4つしかないんですよ。よろしいですか。ですだからこの4通りですよね。でちょっとまた忘れてしまったんですけど、サイコロの目の出方全体ですね、サイコロの目の出方、その出方は全体で、はい、6×6、これはもういいですね、36通りなので。
よって36通りのうち4通りがこの直線上の点を満たすわけですから、はい、36分の4イコール9分の1といかがでしょうか。これで一応、まあ本当にこれ一冊やればね、公立高校の入試問題は十分対応できますの で、これだけ問題選んでる、入試問題選んでる方もないと思いますので、これで何度も復習して勉強頑張ってください。